こんにちは、花江龍馬シリーズでございます。まあ200話までもうちょっとですね。モテることとビジネスで成功することって私はね非常に近いと思うんですよ。それはですね、自分以外の人のニーズを満たしてあげる、自分以外の人の気持ちを考えてあげるっていうことが共通してると思うんですよね。そしてですね、人に好かれるかどうかっていうのはビジネスも非常に大事なことで、まあ嫌いな人から物買わないですし、嫌いな人にお金払わないですよね。まあですんで、基本的にはビジネスで成功するっていうのはお客様から好かれてるってことになると思うんですよ。もちろん商品を買うほどではないけども好かれているっていう人もいるでしょうね。でも商品をリリースしたら何でもいいから欲しいぐらいのレベルの人もいるんですよ。ものすごくいい環境を作ってるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりそれは発信者が販売者がその顧客といいますかね、相手のことをよく考えて、何だったら喜んでくれるだろう、何だったら問題解決してくれるかな、この人の必要なものは何かなっていうふうに考え続けてることがすごく大事だと思うんですよね。で、女性にモテるってのも同じだと思うんですよ。じゃあ女の人のことをね、何も考えずにモテますかとかね、相当なイケメンですよ、そういう人はね。でも相当なイケメンであろうとも、偶然ですけども、イケメンが好きっていうその人のニーズを満たしてるっていう意味では、まあ努力をしてないわけではないんだろうけども、まあついてますよね。でもみんながみんなイケメンじゃないですよね。そうなってくると、ほとんどの人は、8割の人は平凡なんですよ。普通なんですよ。とてつもなく嫌われるような顔でもないし、かといってとてつもなく好かれるような顔でもない、どっちにも傾く人が8割ぐらいなんですよね。ということは、ちょっとした手こ入れで、ちょっとしたテクニックやちょっとした気遣いでモテるようになるんだったら、した方がいいかなと思うんですよ。で、その女の子がね、自分の彼女にならなくても、自分の奥さんにならなくても、自分のお客さんになるっていう形で言うと、すごく広くなるんですよね。なぜなら、奥さんや彼女っていうのは人生かけてくるわけですから、それこそね、一人に対して一人が基本なんですよ。それは一人の男の人がたくさんの女性にモテるのはすごくね、難しいと思います。でも一人の男性がたくさんの女性のお客さんを持つっていうのはかなり簡単だと思うんですよね。ということで、ビジネスでうまくいくっていうことは、やっぱこう恋愛でうまくいくことに通じるのかなと私は思うんですよね。ただやっぱりこう両方ともタイミングも必要ですしね、言葉遣いも必要ですし、見た目とか先入観っていうのも必要だと思います。まあいろんな要素が必要なんですけども、総じてですね、人生っていうのはいろんな要素が必要だよということもあると思いますね。ただその中で、一つだけものすごく強いものがあれば、セールストーク、アピールポイントになるのは間違いないと思います。まあ例えばですね、身長が180センチとか、これ一つの強みですよね。年収が700万ありますと、これも一つの強みですよね。それから、温かい気遣いができるとかね、人脈がものすごく発達してるとか、何か強烈なアピールポイントがあるのが個性につながるのかなと思いますよね。何にも個性がないって人は、それはそれでまた一つの個性だというふうなね、言い方もできますけども、はっきり言ってそれは個性ではないんですよ。代わりが効くような人は結局選ばれないんですよ。あなたじゃないとダメなんですっていうふうに思っていただかないといけないときに、あなたじゃなくてもこっちの人でもいいよっていうふうなね、要するにどっちにも傾いてない8割で言い続ければ、それはモテなくなっちゃうかなと思うんですよ。そしてそれはですね、モテないことが常態化して、ついにモテることをね、もうね、どうとも思わなくなる、求めなくなっちゃうってことにもなるんじゃないかなと思うんですよ。さすがにですね、30年間ずっとモテてこなかったり、モテようと思わなければ、そっから先、だって人間としての旬っていうのは何歳か分かりませんけども、やっぱりね、10代や20代の活発さに比べると、30代40代は下駄を履かせないとなかなか元気さとか若さって出てこないと思うんですよ。そういうふうなハンデを負った状態の方がモテるっていうのはなかなか難しいかな。そしてですね、私がこれはね、違うかもしれないんだけど思うんですよ。離れますよね。30代でモテるってことは、そういうふうな10代20代をやっぱり基礎的に築いてないと、30代でもいきなりモテるってのはないかなと思うんですよ。10代20代できちんとつまずくとかつまずいて、回復するとかは回復して、人のためになるとか人のためにしてですね、そしてするべき破滅はきちんと受け入れて、そして歩み出した30代ってのはものすごく強いんじゃないかなと思いますけども、ただ時間が過ぎて30になりましたっていうのは、これは厳しいですね。ただ時間が過ぎて年だけ取ったって人、好きになる人って少ないと思うんですよ。いるとは思いますけども、難しいんじゃないかなと思いますよね。
ということで今回の動画をまとめますと、人にはですね、経験っていうものがあります。経験時間ね。それから経験時間に似てるんですけども、全く役に立たない経過時間っていうのがあります。ただ過ぎただけってですね。そしてベストなのは体得してるってことなんですよ。経過時間、経験時間、体得時間、このどのポジションにあなたはいますかってことなんですよね。30歳なら30歳なりの経過時間は誰でも過ごすんですよ。経験を持ちましたかってことですよね。大抵の人は経験持ってません、はっきり言って。いや、わしは30年の経験があるって言って、それは経過時間でしょっていう人、山ほど40代50代にいますからね。いろんな紆余曲折があったって言って、いや、それは紆余曲折じゃないです、あなたが一人で転んだだけって、これもやっぱりいっぱいあります。やらなくてもいい困難、やらなくてもいい努力をやってきた人も大勢いるんですよ。でもそれを自分のアイデンティティにしてしまうと厄介ですね。それが頑固者になるってことです。自分はこの年まで頑張ってきたから、きっと世の中が自分を認めてないだけだっていうふうになっちゃうんですよ。違うんですよ。他の人が認めるのが全てなんですよ。必然なんですよ。だからここはね、恐ろしい事実ですけども、一歩一歩捉えていかないといけないかなと思います。そして手遅れな部分っていうのは必ずあります。だから自分の中で手遅れの分野は冷たく見つめてですね、そこには手を出さない、そこでは勝負しないっていうのが賢い生き方かもしれませんね。私がこれからですね、プロボクサーを目指しても難しいと思うんですよ。それは手を出しちゃいけない分野です。趣味でやるしかないですね。ところでね、私ね、カンフーが好きで、カンフーのトレーニング一人でやってるんですけどもね、ただね、棒術やると手首痛めるんですよ。だからね、手を出しちゃいけないそういう分野もあるんですよね。カンフーは限界がありますね。やっぱりこう関節がもう硬くなってるんで、かなりね、関節に特化したトレーニングしないとなかなかできないですね、武器の、扱いっていうのは。で、正拳突きもぶん殴ると自分の手が痛むんで、もう弱くなってますからね。だから相当なトレーニングを積んでいかないといけないし、筋肉もつけないといけないし、だからね、基本的に筋トレがないと、筋トレと基礎体力をつけていかないと、もうね、こう武術のトレーニングもできないんですよ。だから本当ね、なんかね、派手な動きするとね、痛みますからね。基礎体力大事だなと思います。というところでね、今日も負けずにトレーニング行ってきますよ。いってらっしゃい。